美味しい。今日はね、これです。マルタイラーメン、なんか新しいの見つけたんでね、買ってきました。15周年記念商品、数量限定だって。たまたまスーパーで見つけたからよかったのかね。こういった鶏白湯、柚子胡椒パウダー入りだって。マルタイ社員で試食投票見事1位、鶏白湯ラーメンです。鍋に 450ml、 3分間、鶏チャーシュー、卵、メンマ、鶏チャーシューがね、卵、メンマ、ネギ、鶏チャーシューを作ってあるんで、極太メンマと、開けてみます。粉末スープ、調味油、なんか色は全然違うね。今日は緑で、緑、今日は白湯スープなんで、スープが白だから黒い丼使ってみようかね。色がよくわかるように。茹で時間3分、450だから、スープを別で300で作ろうかな。お湯3分だから2分で、残り1分になったらスープを作ろうか。はい、スタートします。
最近この柚子胡椒とかってわさびとかって多いよね。レモンもそうだけど、すごい本当に真っ白です。今日はマルタイ、あんまり見たことない鶏白湯、15周年記念だって。大分のね、鶏白湯スープ、柚子胡椒入りだっていうよ。ちょっと味見です。いただきます。うん、鶏だ。うん、全然ね、臭くない。今日はだから鶏チャーシューでいただきます。ほら、みんな真っ白。あ、胡椒とよく合う。いただきます。うん、あ、うまい。これどこで買ったんだっけな。おいしい、これ。うん、何個か買って常備しといても美味しいかもしれない。うん、うまい、これ。うん、これ社員の中でね、試食投票1位って分かる感じだね。うん、うまい。これいいや。白湯スープだからね、味は濃くないんだけど、そんなに薄くない。コクがしっかり出てる。塩分が強いわけでもなく、鶏の旨味かな。うん、うまい。スープが300に、茹で時間2分がちょうどいいね。あっさり濃厚。これ以上濃くしちゃうと鶏の匂いが出ちゃうのかな。うん、美味しい。これはおすすめです。数量限定って書いてあるから、
すぐなくなっちゃうかもしれない。うん、リピーターの人が買いに行かなければいいけど、リピーターが買いに行ったらね、すぐ終わっちゃうこれ、うん。また買ってこよう。美味しいです。おすすめ。ごちそうさま。